獅子座は王道十二星座の一つ、トレミーの四十八星座の一つでもある。また、日本では春の代表的な星座。アルファー星は前天二十一の一等星の一つであり、レグルスと呼ばれる。ベータ星のデネボラが牛飼い座のアルファー星、アークトゥルス、乙女座のアルファー星スピカと形作る三角形は春の大三角と呼ばれる。ラムダ、イプシロン、ミュウ、ゼータ。 ガンマ、イータ、レグルスをつなぐことでできる特徴的な形を裏返した星の並びを四子の大釜と呼ぶ。日本ではこれを問いかけ星と呼ぶ地方がある。一等星のアルファ星以外にベータ星、ガンマ星の二つの二等星がある。以下の構成には国際天文学連合によって正式な固有名が定められている。その他、以下の構成が知られている。 獅子座には明るい銀河が多くある。古代バビロニア時代からライオンとされ、古くから知られる星座の一つである。古代バビロニアや古代エジプトでは冒険の象徴とされた。ライオンの尻尾の房を表していた部分は、後に髪の毛座になった。ウラニアの鏡に描かれた獅子座と小ジシ座十二の冒険を行うことになった勇者、ヘイラクレースの最初の冒険は、 ネメアの谷の化け物ライオンの胎児であった。ヘラクレスは最初弓を使ったが効かず、梱包で叩いた後に首を絞めて殺した。なお古代には南東ヨーロッパに広くライオンが生息していた。ありがとうございます。